スターリング軍は、アメリカ合衆国テキサス州の西部、エドワーズ高原に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は1143人であり、2000年の1393人から17.9%減少した。軍庁所在地は、スターリングシティ市であり、同軍で、人口最大かつ唯一の都市でもある。軍名は、 初期開拓者 WS スターリングにちなんで名付けられた。スターリング軍は、州内に30ある、禁止軍の一つである。スターリング軍となった地域の前世時代住人は、コマンチ族、リパン・アパッチ族、カイオワ族、ヒカプー族など平原インディアン部族だった。この地域は1842年の、フィッシャー・ミラー土地特許の一部だったが、開拓の動きはなかった。 1800年から1860年の間には、ケガー公企業者、テキサスレンジャー、アメリカ陸軍が地域を通過していた。南北戦争後、バッファローの群れがいなくなり、インディアンが追い出された後に開拓者が入ってくるようになった。1858年頃、対イ,インディアン戦士で、バッファロー狩猟者の WS スターリングが地域に入植した。その20年後、スターリングは、 アリゾナ州の連邦保安官になり、アパッチ取り近くで、アパッチ族の襲撃に相殺された。スターリングが入植した時期と同じ頃に、仲間のバッファロー狩猟者 s j ワイリーも地域に入っていた。伝説によれば、1870年代に、フランク・ジェイムズとジェシー・ジェイムズが、スターリング・クリーク沿いに入り、馬を育て、バッファローを狩猟していた。1853年頃、 テキサスレンジャーの宿営地として、キャンプエリザベスが作られていた。1874年から1886年の間は、根著取りでの接遇施設になっていた。広大な牧場や、コロラドシティ及びフォートワースに向かう牛追いによって、地域への入植が進んだ。1880年代までに農家が土地をめぐって、牧場主と争うようになっていた。ノースカロライナ州出身の、 ジェームズ・ジェファーソン・ラファイエット・グラスが1883年に地域に入り、スターリング兄弟のハーフサークル・エスという土地の契約を行った。グラスは後にレーシー・クリークゾをの地とした。1845年のテキサス州憲法により土地を所有するときの原則が規定された。さらに1876年の憲法では、一家族に与える田園部の土地を200エーカーまでとし、 都市部は当時の評価で5000ドルの価値のものまでと規定した。入植者はその土地を改良して自営のために使うこととされた。この地域は1883年と1886年から1887年に干ばつに見舞われた。1883年の時は地域内でフェンス切り戦争が起こり、後の時期にはハーフサークル S 牧場を破産に追いやった。 州内でのフェンス切り戦争は1883年から1888年まで約5年間続いた。農夫たちがその土地をフェンスで仕切ったために、牧畜業者は牛に草をはませることが難しくなっていた。大規模な土地所有者が公有地までフェンスを張って自分の資産に変えている場合もあった。干ばつで水と草が少なくなり、カウボーイたちはフェンスを切り始めた。 新聞がフェンスを切った者たちを非難し、土地所有者たちは時計のために武装させた集団を雇った。ジョン・アイアランド州知事が特別会議を招集して、フェンス切りを止めるよう命じた。これに反応して、州議会がフェンス切りと牧草への引付けを懲役を伴う犯罪に指定し、同時にフェンスに対する規制も作った。その法の執行は1888年まで、 暴力が関わる散発的な事件で効力を表さなかった。スターリング軍は1891年にトム・グリーン軍の一部から設立され組織化された。軍庁所在地の指定をめぐってはスターリングシティとカミンズの間に争いが起こった。この競争にスターリングシティが勝ち、カミンズの住人の大半はその年が終わるまでにスターリングシティに移住した。カミンズは ゴーストタウンになった。1898年の軍民の投票で、軍全体が禁酒軍になり、アルコールの販売が禁止された。1890年頃には、羊の牧畜が始まった。1889年に綿花が栽培されるようになった。1895年にスターリングシティで、最初のコットンジンが開設され、その後もいくつかが作られた。 1900年までに136エーカーで綿花が栽培され、1910年には1626エーカーまで広げられた。しかし、軍内の土地は放牧により適していることが分かってきた。コットン人は放棄され、1920年の綿花、栽培面積は650エーカーにまで減った。牧畜業は拡大を続けた。1920年代は、 短い後景気の時代であり、農場と牧場の数は1920年の131から1925年の176に増加した。1930年代の世界恐慌の時代は、スターリング軍の経済も加工した。1947年に、軍内で石油が発見され、景気停滞から脱出した。1991年初期までに、 累計の石油生産量は2億8654万8000バーレルになった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は923平方マイルであり、事実上全て陸地である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。